はい、9月下旬でまだ暑い日だったんですけども、秋キャンプということで紫コアラさんと現地合流で和歌山県すさみ町にできたキャンプ場キャンプノットさんへ行ってきました。今回はグランドゼロのリトルハウスを張りました。海のそばなので風があって木陰もないのでテントやタープは工夫がいるかもですが、洗い場はお湯が出たりトイレも清潔、テント設営補助や焚き火シートやキャリーの貸し出しなど至り尽くせりのサービスで、初心者キャンパーさんにも安心して行けるキャンプ場だと思います。で、今回は一泊の短い時間を有効に使いたいと思ったので、食事も夜はステーキ、朝はカツ丼とがっつりでしたが、で直火はなしでガス火のみで簡潔にまとめました。グルキャン形式で紫コアラさんとやったんですが、彼の焚き火を拝借して、暖を取らせていただきました。そしてキャンパー、前代未聞じゃないでしょうか。私無呼吸症候群重症者、マストアイテムの CPAP をポータブル電源に装着して眠りにつきました。朝ごはん食べてまったりした後、現地解散。僕はそのまますさみ町の道の駅に行きました。ここはマリオットホテルが隣接していて、そこのお風呂が日帰りで入れるので行ってきましたが、これがものすごく綺麗でおしゃれで、磯の海が絶景なロケーションで最高でした。歩いて行ける、距離が道の駅にあるので、そこの生しらすの上りを見てしまい、吸い込まれるように食堂へ入りました。ここも見を見ながら美味しいものが食べれてとっても良かったです。と短い時間でしたが、すさみ町とってもいいところでした。また行きたいと思います。それでは今回はこの辺で、秋はキャンプが増えてきますのでどんどんアップしていきたいと思います。チャンネル登録、いいね、励みになります。それではご視聴ありがとうございました。